うん、どうもジャラボランタンの小春です。はい、もう少しで4万人なんですよ。あれ、これ出す頃に4万人なってないね、多分ね。これあともうちょっとで4万人なんですよね。はあ、これはなんか去年の今頃は1000人だったからね、めでたいよね。これってなんか10万人ぐらいになったらお客さん増えたってことになるよね。ちょっとこれマジコツコツ頑張ろう、頑張ろう。さて、最近皆さん、フライングタイガーっていうお店ご存知ですか？フライングタイガーっていうさ、なんか何、あれは海外のなんか可愛い安い雑貨が売っている安い店、なんていうの、可愛い店でさ、突然さ、ミニアコーディオンが発売されたんですよ。あれはなんか多分おそらくマジで今の期間しか多分売ってないだろうから、もう私は買ってきたんですけどね。買ってるお客さん何人かツイッターで見たんですけれども、こちらになりますよ。これが売ってるんですよ皆さん。フライングタイガーってお店で1000円で売ってましたよ。1000円、多分びっくりだよ。1000円で売っていいの？安すぎでしょ、びっくりだよ。ちょっとまだタグがついてんだけどさ、ほら、あ、なぜ？よくある現象なんですけど、タグの男の子ちょっとね、タグの男の子これ反対に装着しちゃってんだけどね、これ誰か言ってあげなかったのかな。これタグの男の子、あれこれ着用間違っちゃってるんですけれども、いや違うから、反対だから。なんでこれ言ってあげないの、みんな反対だよ、このタグの男の子。ということでね、こちら1000円でね、フライングタイガーで売ってますんで、ミニアコーディオン欲しい人はぜひね、フライングタイガーで買ってもらったら、これいつかさ、小春もさ、このミニアコーディオンっての売ろうかなと思ってんだけど、1000円で売られちゃうと困るな、もっと高く売ろうと思ってるよ私は。もうちょっとこれは安すぎだよ。あとタグの男の子がもう演奏方法完全に間違っちゃってるけどね。まあそれだけはちょっと本当に気をつけて、みんなこのタグの男の子の通りに弾いてはあかんよ。とりあえず違うから。さて、この男の子はさ、こう弾いてんだけど、こっちだからね。正しいのこっちだからね。まず、ここにさ、なんかさ、なんかこう謎なのあんじゃん。これ親指を入れる場所なのよ、親指を。これ、親指入れて、まあ、こういう感じで、やるのね。男の子完全にその、なんか、親指入れるの無視して持っちゃってるけど、違うから。この少年間違ってるから。誰か言ってあげて。この男の子に誰か言ってあげて。まあ、そういうわけで。まあ、まずね、このボタンを外しますと。まず、じゃあこれ最初ね、あんま弾いてないとバキバキ。あ、でもなんかそうでもない。これは、ちょっと買うだけ買っといて、ちょっとまだ弾いてなかったんで、どんなもんか。はい。私が持ってる他にもね、ミニアコーディオンあるんだけど。はい。これね、小春が持ってるやつ。他にも持ってんだけどさ。今家にあんのはこれだけなんだけど、ちょっと。これと同じ並びのが売ってました。全く同じですね。うん。色が違うだけ。なんで、小春、1000円、なんか2000円ぐらいで買ったんだけどな、この白いの。うん。なりますよ。皆さんぜひ、これ買ってみてください。それでさ、なんかさ、これってどうやって弾いたらいいんですかみたいな。なんか問い合わせっつうかなんかメッセージ来るんだけどさ、前になんかアコーディオン買うなら、アコーディオンっぽい楽器触りたかったらこれを買えみたいななんかさ、動画を昔に載せたんだけど、まあ、そこにも説明してんだけど、説明不足なのかな？なんか質問すげえされんだよね。どうやって弾いたらいいんですかって。引っ張りゃいいんだよ、引っ張りゃさ。ここにさ、なんか、アルファベット書いてあるじゃん。ドレミファソラシドみたいな。これが、このなんか、丸がついてない方の英語は押すときで、この丸がついてる方は引っ張るときの音の、音が書いてあるの、これ。だから、これの書いてある通りにやればいいのよ。やればいいのっていうか、もう、ハーモニカと配列が一緒だから、ハーモニカよ、ハーモニカ。だから、押すときに吹いてるみたいな。
で、すと一緒のやつが引っ張ると一緒。で、この一番下のやつが押したらドで、引いたらレなのね。で、ミファソラシドみたいな。それだけよ。それだけ分かったら何でも弾けるから。まあでもこれがね、あの明るい曲だけなんだけどね、弾けるのが。なんちゅうか、これとさ、これだけだから。まあなんだ、何が弾きたいの。あのまあ一番最初に小春弾いてたのエーデルワイスなんだけど、それはさ、引っ張ってね、始めるのね。で、ここから 2個目から始めるの。これさ、じゃあもうすげえ分かりやすいように、なんか これすごい分かりやすいように弾くから、分かりやすいように弾いてればいいでしょ。この動画を見直してちょっと練習してよ。いくよ。ちょっと間違えした。はい、どうです、わかりました。結構疲れるんだよねこれ。なんかこのさ、縦の列でタタタタタとかさ、タタ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 タみたいな、なんかそういう動きしたらなんかすげえうまい風に聞こえるから。それでこっちはトゥン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 ってやっときゃいいのよ。どう？はあ、これも全然弾けるね。弾ける感じだよ。どう？まあ、とりあえず、この男の子は、ちょっと演奏方法間違っちゃってんだけどね。それだけはちょっと気がかりだけど、ほんとマジで。はい。で、ちょっと待って。実はね、もう一個買っといたんだよね。念のため。なんかさ、念のためにもう一個買っちゃったりしない？いないかな、そういう人。だから物が増えんだけどさ、気に入ったもの2個買っちゃうんだよね。はあ、この男の子もね、演奏間違えてるけど、ほんと。なんで。さて、こっちは音どうかな？当たり外れありますから、これ。あ、こっちの方がいい音かも。あ、こっちの方がいい音かも。いや、あんま変わんないかな。皆さんもこれ買ってみてください。なんかね、もう何か買ってる人見たから、もうぜひ。なんかこれネットでも売ってたよ。フライングタイガーで売ってる、今んとこ。でもこれ1000円で買えるから、とりあえず買っといて、みんな。いけますね。はあ、でもこれね、難点がね、このここに親指入れてやるんだけど、あまりにも力強くやると普通にこれはね、脆いからすぐちぎれるっていう、もうそこが問題なんですよね。あと親指が普通に痛い、うん、親指の筋肉でもなんか発達するんじゃないかな、これ。どうしよう、なんかミニアコーディオンがとっても増えました、イエーイ。ちょっとこれといって、ちゃんとした内容の話じゃないんだけど、とりあえずフライングタイガーで売ってるこのミニアコーディオンは使えるぞ。だけどこの男の子は演奏方法を間違えて、なんか来月からアコーディオンね、弾いてる人も見てるということがね、ちょっといろいろ分かったので、アコーディオン初心者の人たちもできるようななんか曲を、毎月課題曲とか出したらみんな練習する。まあでもめちゃめちゃ上手い人も見てんのかな。まあめちゃめちゃ上手い人は見てないかな。なんていうか、
まあ、これ結構なんかしょうもない話ばっかりしてるから、初心者が見ているのかな。なんかそういう人のために課題曲出そうか。課題曲ね、このあのジャバラ談義見てる人が一斉に同じ曲練習したらちょっとおもろいよね。でもなんかまあ課題曲出そうかと思うんだけど、やっぱみんな譜面が欲しいよね。譜面あった方がいいよね。耳コピなんてしないよね。譜面ね。まあ譜面を出すとなると、ちょっとあの著作権フリーの曲じゃないとちょっとなんだろう、まあ、若干めんどいから、譜面に関してはね。だからちょっとフリーにしようかな。まあロシア民謡結構フリーな曲多いから、ロシア民謡にしようかな。他の曲がいい？うん、まあいいや。やりたくなかったらやんなきゃいいんだもんね。みんなね、見て、最近のグッズだよ。わーわー、みんな買いました？ネットで買えますから、これ。私が書きましたんで、ほれほれ。なんだっけ？子守歌の絵です。CD の絵。さて、アコーディオンの、ベルトを販売しようとしているって話を前に言ったじゃないですか。まあ、それがね、1月末から、販売開始しようと思っていて、進めている、いたんだけども、2月に発売にすると、購入した人を待たせずに、おそらく送ることができる気がするんで、2月に発売してもうすぐに送っちゃおうかなっていう、って思うている。だからちょっとしばしお待ちください。私、アコーディオン歴24周年の24本のね、24セットのアコーディオンの肩ベルト、とりあえず2月ぐらいに発売しようと思ってます。アコーディオンの肩ベルトがどうしても欲しいという人は、どうにか、どうか待機していてください。まあ、それが本当に、本当に売れたら、本当に売れた暁にはもう一度売りますので、売れんのかどうかよう分からんのよね。まあでも、このアコーディオンの肩ベルト、なんか普通に他にも使えるよっていう感じだったらみんな買うよね。まあいいや、とりあえず、ちょっと、そんな感じです。なんかコメント欄にさ、前回のさ、打足談義のさ、17のさ、ほら、ももちゃんのさ、なんかアクセサリー販売しまーよみたいな動画のさ、ももの撮影風景のところの一番最後のにさ、音楽鳴ってるのあるじゃない。なんか、宣伝してる時の後ろの音楽。これ何の曲ですかって何人かに聞かれたんだけど、もうこれは、小春が昔作ったインストの音源です。著作権登録してないんで、載せました。BGM にしました。まあ、ていうか、ここのチャランポランタンのチャンネルの中で流れてる音楽は自分の曲だから、全部。ラジオの後ろで流れてるちょっともう邪悪な音楽みたいなのも小春が作ったし、この宣伝の後ろで流れてるなんかようわからんなんか民族音楽みたいな BGM も小春が作りました。まあ、今後も何か音楽流れたと思ったら小春が作ったと思っといてください。大体がそうなんで。はーい、それでは皆さん、さようなら。突然突然ですが、ちょっと次回からなんかみんなで弾ける曲を考えようかなと思ってます。簡単な方がいいんだよね。簡単な方がいいのかな。むずいとあれだよね。ね、猫様方寝てるの、やばいよ。こんな撮影してんの寝てるんだよ。やばいでしょ。なんで寝てんの。こんなにアコーディオンペーペー弾いてんのに寝てる。はい、それでは皆さん、さようなら。